どうも、こんにちは、<laughs> あやきちーです。はい、ということで、皆様、とうとう来ましたね、昨日ね、5.1、バージョン5.1の情報が。ということでですね、今日はバージョン5.1のお話をちょっとね、あの、高吉の気に,気になったものだけね、ちょっとピックアップして、ちょっと今日はお届けしようかなと、はい、思ってあおります。はい。 でですねはいバージョンどうどうどんまあまず日にちですね僕これま1月中にある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 聞いてたけどねえまさかの2週間前にねえ29日水曜日っていうことで早いよねこのスパンが <laughs> このお知らせからの,あの29日ねえ5.1までの期間が。 短くて短くてもう用意する時間が少ないんじゃないですかということで <laughs> ねえ <laughs> まあちょっとね29日楽しみですねはいバージョン2 5.1か5.1ねどうですか皆様楽しみにしてますか、まあ、内容を見てね結構ですねまあやっぱりなんかバージョン5から結構盛りだくさんな、ねまあ、使い回しの コンテンツも多いけど、はい、ね、コンテンツも多いけども、ね、ニューコンテンツもね、ちょいちょいちょっと来てましたんだね。まこれからゆっくりね。 ご説ご明させていただきます結構分かりづらかったっていうねあのー、コンテンツもあるんでね。まあ、その辺もねねちょっと、ね、ゆっくり今から説明しながらお話ししていこうかなと思っております。うん、まあ、まずストーリーですね。言わなずかな友です、ねはい。ストーリーもちろんこれがメインコンテンツでしょう。楽しみなねメインコンテンツ。わーい 楽しみですということでねまあまあストーリーがね一番ねあのマダイまゴールでさっけお孫さんが出てくるんでしたっけねまあそれが一番楽しみですね僕的にはストーリー頑張ってねガンガンクリアしていきたいと思いますはいで次これねこれまったもう運営さん,こ,んこのコンテンツ,ンテンツボリューミーな コンテンツを入れてきましたね。はい。ということで、じゃあ、たかちゃん、何ですかって、ね、まあ、新たなるモンスター、ね、気象獣っていうのかな、これ。輝く、ょうね獣、しょうってね、しょうっていうかね、気、ま、象、あのしょうの、しょう気象獣が登場します。ということで、たかちゃん、じゃあ、何ですか、その気象獣って。まあ、これね、あのね、ランダムで、サーバー。ー サバごとにちょっと場所が違うみたいなんですけど、まあ、結構強いモンスターが出るみたい、うんまあ、その強さが、まあ、サポで一番弱い気象獣気象獣でいいのかな本当にねええー、一番弱いモンスターでサポで3人やっとクリアできるかなってぐらいの強さみたいうん強さみたいで一番強いと生死、まあ、護者3 <laughs> ね、これ聞いてびっくりだよねじゃあ私生まだ「聖守護者倒せない人はどうしんよの」ってね「聖守護者さんからまあ、レグナード床闇のレグナードとか DK とかねイカとか5」の間の強さ、まあ、そこまで強くないで5までは強くないんだけど聖守護者さんから5までの強さのモンスターがフィールドに出てきますと。 うんフィールドに。もちろんランダムですし、どこに場所がいるかは分かんないです。探し当てて、ね倒してくださいってことなんですけども、えーじゃあ高木ちゃんって、それね、倒したらいいことあるのって、もちろんいいことあります。なんと、なんと、今ある武器にプラスアルファ、錬金効果がつけれるようになるみたいなんですよね。錬金効果。 うん、でその錬金効果が、まあ、2つしかないんですけど、まあ、今はなのかな攻撃力か攻撃魔力、まあ、この2つのどっちかがあのプラスアルファね、まあ、今って、ね、装備見るとあるかなあるかなこれかこれ今2ですけど今が最高大成功で3じゃないですか。うん、錬金効果も,もちろん3個つけてるん個けけるですけど こっからプラスアルファ1個、まああのー、攻撃力か、えー、攻撃魔力を選んでつけれるみたいです、まあ、ただしねただしそのつけれる装備に対して条件があるみたいなんですけども、はい、条件1まず装備レベルが100以上なもの100以上なもの、ねはい、条件2電筋効果が3つついてプラス3になってるもの まあ今画面多分画面横に出てると思うんですけどねまあ、これですねあのまあこれは星2なんでこれにはつけれないね 100, 100でも星3であること年金効が3つ続いてそして条件3装備したことがあり新品の状態ではなくなってるまあ、売れないようにだよね多分取引できないように自分で使ってくださいねっていう意味なんでしょうねうんっていうような3つの条件を踏まえた装備でできるみたいですねはいできるみたいです じゃあ、っきちゃゃんああれなんですねって、あのー、じゃあそのモンスター倒したら確実にもらえるんですかってところがどっこい、どこそういうわけじゃないみたいです。<laughs> そういうわけじゃないみたいですよ。甘いんですね。それは。その考えは甘いですね。はいまあ、実はですね、えー、その気象銃を倒すと、気象をかくでいいのかなこれ合ってるのかな気象をかく、または気象の葉。は 変が獲得できますいや結構ねこれ聞いてドキッとするでしょう、まあ、僕もちょっとドキッとしてよ。で気象核はもともと単体これ1個でつけれるみたい効果を。まあ、これプラスなんか素材がいるみたいなんですけどうん。で破片の場合は99個貯めて気象核1個と交換できる。 おい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 と「鬼畜でにゃ」ってまあまあその倒した敵によって個数が違えばいいんだけどね確かこれ個数が違ったんだけどなまあちょっとその辺の情報がまだちょっと書いてなかったんでわかんないですけどこれでもどんなモンスターを倒しても1個しかもらえないよって感じだったらちょっとしんどいよね。99個まで、ね 何個やねんって、何回戦わないけないねんっていうね、鬼畜なコンテンツがございます。でもちろんですね、その気象効果、まあ、攻撃力だり、えー、攻撃魔力選んで、最初は9つくのかなこれ、最初に5がつくのかなあ、じゃレベル、レベル2の状態で9。そう、レベル2って何ですかって、そうレベルがあるんですよ、これまた。レベル5まで最大まで上げれるのかなうん、最大。だから、 え9だからレベル2だと9だから最初は攻撃力3でその後五5とかつくのかなまあそのレベルの段階の攻撃力アップとか数値がちょっと書いてないんで分かんないんですけどそう最大レベル5まで上げれるというまた鬼畜難易度っていうね <laughs> これまたこれまたきち難易度でね出てきましたねでなおかつ1回目の強化は強化はあの100%なんですけど2回目から失敗もありますと。 2回目からこれ70%だっけなどっかに書いてあったんだよな確率が。そう。だからレベル上がれば上がるほど、その成功する確率は減ってくっていう感じみたいですね。いや、もうねえ、いや、やり込みたたくさんあるな、ほんとによ。いずれやるじゃねはい、これね、レベル5までのね、気象効果がついてない人、ねえ、ごめんなさいって言って、ねいうような野良募集方、たまったもんじゃないね。 まあだから言うてもそれをつけてまあイカとかねイカ5とか逆クギンとかレグナード5とかが倒しやすくなるとは思うんだけどもね、うん、ただちょっとき畜くすぎるよねもう本当に時間がねえありありああってあってありまくる人じゃないとちょっときついなコンテンツだよねこれうんまあ配信的なちょっと美味しいけどね違うか <laughs> 違うかねえ じゃあなかなか会えないんですよねってランダムだからどこにいるか分かんないじゃないってね実はですね実はですねもう一つ戦える方法がございますはいえーとですねまたこれちょっとめんどくさいけどね気象 <laughs> 獣との戦う時にマイン細胞なのかなマイン細胞あ30個うん30個集めることでも挑戦ができますとのことなんですよ うん、でその「マイン細胞って何ですか?」って30個どこで集めるんですかってなんですけどあのー、バージョン5.1に出てくる魔獣調教師ガブラっていうなんかねキ,キャラクターがいるみたい、うん、プレイヤーがプレイヤーっていうかロンプレイキャラクターとか、うん、その人におまじないをかけてもらった状態で魔界のモンスターを倒すとまれに「イン細胞」 ね、マイン細胞またはマイン細胞の欠片を獲得できるよ <laughs> いやらしいよね本当にそれぐらい現物でいいじゃねえか1個よまたここで欠片が出てきましたよはいモンスターと戦うためにも欠片を集めないといけないっていうねうん <laughs> マイン細胞のね欠片はこれはじゃちょっとね まあ、二十個と親、あの優しくなってる、ね、優しく優しくないかわからんけど。二十個でマイン細胞一個。と交換できることができる。結構、これ百パーセントじゃに。落ちるわけじゃないから。しんどいよね。ええ、だって。 あのボスと戦うためにフィールドの絵探すのがめんどくさいからマイン細胞30個集めるとそのマイン細胞30個集めるにもあのおまじないをかけてもらってなおかつマイン細胞またはかけらが出るモンスターと戦うと。うん、でかけらは20個で1個 <laughs> 集めな感覚ってそれをやっと30個集めることによってポスト。 挑またもうきちだな本なに運営者のよこれ絶対いつか修正くるだろうねこれねえ絶対いつか修正くるだろうねこれねえマイン細胞は寄生虫と戦いに勝っても負けても勝負しますこれきつ <laughs> きつー負けたらなくなるってことだよねえ負けたらただし身代わりコインとマイン細胞で交換できる 細胞回収機を使って挑むと、負けた場合にマイン細胞の、えー、消費を防ぐことができますという感じみたいですね。あ、もうよくわかんないんですよ、高木っちゃんって。まあ簡単に言えば、ね、この新しいコンテンツ、この武器をね、強化できるコンテンツ、まああるボ特定のボスを倒すんですけど、ね、そのボスを倒すためには、ね、2種類方法がございますと。2種類。まあ一つは、 どっかのフィールドに、えー、ランダムで、しかもサバごとによって違う場所に出てくるっていうモンスターを探し出す。うん。探して出して戦うこと。か、もしくは、ね、その、えー、マイン細胞っていうものを、ね、30個集めると、その時点で、ボスと戦える挑戦権が、えー、もらえますと。うん。挑戦権がもらえる。 でそのガブラってやつに話渡すと、えー、じゃあ好きなボスと戦えるみたいなんですけどもうんでただし勝っても負けてもなくなるぞとマイン細胞はなその代わりまだあるんだよ、えー、身代わりコインみたいな救済処置のアイテムがあるんでそれを使えば負けた時は戻ってくるぜっていう感じみたいですね まあちょっとねめんどくさく遠回しに書いてあるけどま分、あ、かりやすく言えばそんな感じです今回このコンテンツでちなみにおまじないの効果は1日1回本人のみ有効ってことは4人パーティーで組んでいく場合ってみんなが一緒にパーティーで組んでおまじないをかけてもらってからじゃあ行きましょうっていうふうにしないといけないってことだねその人しかかかってる本人しか有効じゃないってことだもんねこれは。 ってことは4人パーティーで、じゃ例えば、僕とあーやさんとペリーさんとね、あとじあ、あのーねあ、じゃあ、誰、あの、ね、じゃつぶちゃんで4人で行きますと、じゃあ、えー、じゃマイン細胞遊び、あのあ、集めに行こうぜって、じゃあ、誰か1人かかってればいいんでしょう違う。そのかかってる人しかもらえない。だから、この4人で、全員で欲しければ、この4人で、マイン細胞のおまじないをかけてもらって、倒しに行くという感じになっておりますね、この解釈だと。 うん、いやあ、鬼畜な仕様だわよ、ほんとによ。一発目からこれですよ、皆様。ねえ。一発目から。ほんとによ。何がしたいんだよ、ほんとによ。チュラそれが必要不可欠なね、コンテンツとか出てきたらたまんねえな、おい。ねえ。まあ、という感じのね、新しい鬼畜コンテンツが出てきますので、えーね、皆様、楽しみにしてください。はい、続き。 次ですね。まあ、こちら職業レベルの上限が110から112になります。まあ、2レベルアップですね。2レベルアップ。うん。解放学会がありますよーっていうことですね。まあ、場所はですね、新ロボスコーチに現れた聖剣士、スニフルからクエストを受けることができますと。ね。はい。まあ、僕もね、まあ、絶対もう完走しないよ、もう。もう、必要なね,ね、必要なレベルしか。 あげねえぜもうこっちめんくしてねスリパした使わねえよ遊びに使わねえよ <laughs> もうねえだから本当にね本当にこれちょっと今後ねこうやっていろいろな鬼畜なコンテンツができ出てきてくると思うからまあ時間がないよね本当にやることありすぎてね、うん、ということでまあ、まあ、またねあの鬼畜なレベルがまあリレベルぐらいだからねすぐチャット上がると思うけどねはいで次 防具ですね、防具。防具来ましたよ、皆様。え防具、まあ。とりあえず写真だけね載せておきますね。はい。ドドーンと。2>, <laughs> 2番メールセット。戦士パラディン用ですね、これ。なんか、あのななガッチャマンみたいだよね。怪しい黒いガッチャマンっていうね。えこれ、全部あるよね。これ5セットはいるよね、これ5セット。 これ効果なの何なやっぱ楽しみなのは高価だよね。ネビアンメールセット。はい。ってことで、次、105装備ですね、これ。で、次、これ。これ、かわいいよね。アビスセーラーセット。まあ、こちら、僧侶魔法使い。えー、まあ、語りは布製品の装備ですよね。これ、かわいい。ねえ、女の子なんか特にかわいいじゃん。ねえ、このかわいさ。 これどうだろうね上下一体化してんのかな上と下が。これバラバラなのかなこれバラバラっぽいね。4セットじゃなく5セットっぽいね。まあ、前回のカテドラルがね、4セットだったから、まあ次は5セットなんでしょう。あ、違う。次、ソポスか前,前のやつは。ソポス。これ上下セットなのかねなんかくっついてるように見えるけど、どうなんだろうねくっついててほしいな、個人的に <laughs>。 はい次、武道家バトルマスター、魔物使い踊り子用の、ガナドールスーツセット、ガナドールスーツセット、うん、ま、地味だよね、なんか仮面ライダーみたいな感じだよね、なんかうん、ま、どうなんだろうな、さあ、大解決以上のものなるのかね、ね、ジョイ版はい次、 どうぞあ大解決違うか武道家バトルマスターってことはレギオンかレギオン系どうなんだろうねこれ行動短縮とかあったらねえあのー、あ,あれのトライバルの上位版になるから、まあ、こっちの方が流行るんじゃないですかねまあわかんないけど次審議のベストセットこちらが盗賊魔法使い道具これ見たら頭って頭と体上一緒だよねこれ頭と体上これ一緒だよね,これ,だよねこれ精霊王みたいだよね まあだから頭がフリーになるのかなと思ってます僕これ頭フリーうん4個装備で 4, 4着装備でねこれは別にかっこいいかかっこ悪いかっつったらまあうんかっこ悪いよねかっこよくはないかなあんま好きじゃないかな個人的な意見ねで次これ ビーラの衣セット旅芸レンジャースーパースター踊り遊び人形ってことでかわいいねこれてかさ男の子の装備が女の子っぽく見える装備なんだよねこれもっとさちょっとなんかいかつくしてるのって感じだな男の子装備まあねえ男の子装備で好きな人はいいと思うんだけどもなんかな女装みたいであんま好きじゃないんだよな僕まあ女の子はかわいいこれ。 ね、女の子は可愛いと思いますこれ、ねまあ。っていうように装備でしたね。まあ、効果が本当気になるとこだね、まあ。買うか買わないかはあなた次第あなた次第で買うわなあ違うか。違うか。と <laughs>、まあ、いうことで装備はこれぐらいですかね。であと気になるのものがこれ来たね。これ来ましたよ皆様。 大歓喜やったぜ僕は嬉しい。すごく嬉しい。まあちょっと一,一番最初から説明していきますね。じゃあ何が何なんですか何のことですか高木ちゃんって。まずね、盗賊にハンマー来ました。うん盗賊にハンマーが使えるようになって、まあ、スタンショットね、使えるようになったから、盗賊ってスタン系のね、あのー、技が増えますよね、これで。 ね、サプライズラッシュにね必殺にねっえー、スタンショットうんスタンショットでなおかつ1 5 0 1 5ねあのー、スキルに状態,い状態成功率アップっていうねうんいる盗賊まあ盗賊のいるけどハンマーにいる、まあ、プレートインパクトで下げるのか重さとか状態上に。 でもさ盗賊で活躍するエンドコンテンツってあるねあるのかな <laughs> 思ったんだけどまあいや,いや盗み金作とかはいいよ、ね、盗み金作とかねまあ、あとははたまた邪神とかのねお題でね盗賊活躍すると思うけどでもさ いるコンテンツボスイカレグねえダクキン、まあ、それを考えたら僕このハンマーって微妙なんじゃねえかなってだってさ状態異常率アップだけ狙うんであれば探検でいいんだもん器用さ上がるしハンマー微妙じゃないと思ったのは僕だけですかねはい微妙じゃねえよという方はねコメント欄に書いてくださいはい ってことで次ですね。一番僕の楽しみにしてたのが、いやもう僕のメイン職と言わんばかりの、ねえ、職業が強くなっちゃいました。やったぜ。うん。レンジャーに爪です。しかも、しかもですよ。しかもですよ。まだあるんだよ。レンジャーにバイキルトが来ました。で、なおかつ、 必殺の妖精のポルカが今まで1段階アップだったじゃないだからバイシオンとかスカラだったじゃないですかそれが2段階アップバイキルトとスクルト2段階アップでなおかつリベホイム超強くねー強すぎだろレンジャーでレンジャーのその爪めスキルの えー、内容なんですけどこの120ポイントにサマーソルトクロウっていう新特技があるんですよレンジャーこれ何何泣くじゃねえな何でしか高木っちゃんこれねサマーソルトクロウっていうのは敵の火ダメージをアップさせる効果付きの攻撃ですサマーソルトクロサマーソルトまあサマーソルトするんだろうね空中で空中でか分からんけど、まあ、内容としては簡単に言えばまあブーメランのレボスライサーとケノベロスロンド みたいな日ダメアップのダメージが来ちゃうんでしゅこれ強すぎんかねレボスライサーでさ下げてでなおかつ次にブーメランあちゃあサマーソルトクロで下げてでゲロベロスロンドで下げてで爪で攻撃ってレンジャー最強だぜこれやったしまなんかさ どれか強くなるよね。武道家の槍みたいな。そんな感じで、多分ん、今回のね、強化バージョンはレンジャーだと思う。うん。いやー、嬉しいね。これ面白そう。はい、次。で、一番ちょっと僕、微妙だと思ったのが、スーパースターの鎌うん。まあね、ちょっと見ていただいた通り、まあ、ね、スーパースター専用になってるんですよ。うん。 まあ150で救命の釜が来てまあ味方1人を蘇生させますと出ました僕の嫌いな特技の蘇生 <laughs> 信用できないっていうねまあそれはいいんだけども冥王の釜やなんかえー攻撃15%で暴走アップとか回心暴走時の追加ダメージプラスを習得できるなんですけどもバギ系呪文で安,静安定してダメ高いダメージが出せるようになりますって。 バギーさ元から弱くない多少強くなったよねマヒャドテストかさ比べて弱くないねえ <laughs> それ使,使えるか使えないかはなちょっと微妙なんだけどなスーパースターのカマうんまあ他のさ攻撃手段まあ、武器がね扇とか ね、無知とかかだったからそこまであ釜は結構強いからまあ自伝転生で確かに魔力覚醒とか聖なる祈りの効果がつくけど微妙じゃない <laughs> うーんこれなんかパラディンの片手系みたいな僕そんな感じなイメージなんだけどなねえまあ皆さんはね どれが使いたいですかっていうか嬉しいですか嬉しくないですかまあ僕はねやっぱりレンジャーだろうね最強レンジャーやったぜレンジャー最強 <laughs> やったこれでレンジャーがね結構ね生かせる場所が増えますねこれねイカとかもいけんじゃないこれまあまあそうだねイカイカとかでもレバー出番が出てくるんじゃないこれね 言うてもあの魔戦の代わりにレグナードねベレンジャー入れるとかもうできるかもしれないしねまあわからないけど、まあ、爪で攻撃はしないかうんでまあ食はそれだけで今度は呪文のバトルバランスをねあの習得あの調整しましたということであのー「ヨーグランドドドルモア」こちらがねあの威力アップ ダメージに影響する攻撃魔力の最大値を増加まあ簡単に言えば威力アップして魔力,魔力キャップうん魔力キャップが増えましたよっていうことですね。うん魔力キャップが攻撃魔力のキャップが上限が増えましたよってだから、まあ、簡単に言えばダメージがたくさん出せますという感じです。はいであとさらに魔法使いのげまあこれ魔法魔法使いとまあ、バギークロスバギームーチョもぐダメージも入ってるねこれ。 メラゾーン、メラガイア、マヒャドマヒャデドス、バギークロス、バギムーチョ、ドルマドン、ベギラゴン、ギラグレイドのダメージに影響する攻撃魔力の最大値を増加。まあ、簡単に言えば、今までメラゾーマのダメージキャップ、簡単に言えば、レグナードって999、攻撃魔力990までで良かったですよと、それ以上はダメージ上がらないんでっていう感じで募集があった装備ステータス、抑えてたと思うんだけど、これからね、いくつかちょっとダメージキャップ分かんないんだけど、まだ数字が出てないから。 うん、もっと999以上に上げてもメラゾーマの効果が増えますよっていう感じですね威力がアップとは書いてないからまあこれどうなんだろうね攻撃魔力のキャップを解放してダメージを上げていくって感じなのかなこちらいやー魔法使い絶叫だな本当によよかったね僕魔法使いやら,やらないけどいいえおめでとうはいまあそんな感じで まあ次はコロシアムのねの特技を変えましたよって。まあちょっとごめんなさい。これ飛ばします。はい。これ飛ばします。すみません。でね、次、魔法の迷宮のロスターがリニューアルします。も、ま、う、あ、ロスターって名前知らなかったんだけど、全く僕。全くもって知らなかったんだけど。<laughs> まあロスターっていう人物がいたみたいですね。ロンデの隣に。まあ多分魔法の迷宮のクエストを受けるやつだと思うんだけど。うん。で、こちらでね、またね、あのー、ナスガルドみたいに、えー、月、えー、2回。 1>, 1日と15日にえー、まあ、お題が出るイベントがあります。そのお題をクリアすると、まあ福引券を5枚もらえたりとか。あとね。このコインコインボスを倒していくんだけど、書いてあるバズズベリアル悪霊の、えー、神々って書いてあるんだけど、これね？まだできてない人にとって、えー、すごく朗報です。うん、これね。お題に挑戦する人。コインやカードが1枚必要なんだけど。 お題のボスを1枚で必ず宝箱4個出てきます。うん。で、あと負けたときはアイテムが戻ってくる感じなんで、本当にね、まだ僕はアクセ初期初めて、ね、やり始めたばっかなんですよ。ドラクエ10やり始めたばっかなんですよ。って方はね、これ、コインボス、ね、あのー、ここでやれば必ず4個もらえるんでね、持ち寄りしなくても済むっていうね、まあ、救済処置ですね、初心者さんの。うん。こちらね。ね。 まあで手伝いに行く人に関しては、カ、え、オ、ー、インやカードが不要なんだけど、討伐報酬は、その代わり1個しか出ませんよと。で、お題を達成した扱いにはならないから、この福き券ももらえないと。だから簡単に言えば、コインを、えー、出した人が4個もらえて、なおかつ福き券ももらえるって感じみたいですね、これ。うん。初回経験値あ、経験値ももらえるんだね、これ。へ、え、ぇ、ー。なるほど。はい、次。 次はゼルメアに関しての、えー、追加と新要素ですね。まあ、15回までできましたとで。105の武器、防具が入手できますよっていう、まあ、ここまではあの毎回そうだよね。毎回毎回。で、なんか新しく、えー、何これ、紅海神の鱗赤赤赤海神の鱗ろの読み方分からんけど、これを入手すると、扉がない。 扉にあった部屋の壁がが亀裂が出現しますと使うと亀裂がゲートに変化し壁の向こうの部屋に行き来できるようになりますと、まあ、簡単に言えば扉今まで扉をうろこをつけて扉を開けてたじゃない、うん、扉を開けてたじゃないでこれをこのこの鱗紅神海のうん紅,紅神の鱗があると扉がない場所に無理やり扉をこぎじあのあ作ることができるって感じなのかな、うん、そういう見解であってんのかな そうだよね持ってない時扉の開放に使うこともできますと。うん、なのでまあ楽にクリアできますよっていうアイテムですね。簡単に言えば。うん、でなおかつ地下1階で探索に手に入る防具の装備レベルを追加しましたということではいこれドドンそう、えー。地下1階からレベル90から96の防具が取れるようになりました。 えでも木ちゃん1回ってあれな,なんかあのー、全部の部屋行かなくと行かないといけなかったでする、ね、めんどくさい仕様でしたよねっていやその仕様は変わり,変わりましたちゃんとええ必ずねあのー、行きやすくなるみたいしかも全部の、ね、部屋に入らなくてもよくなった地下1階はまあだから地下1階は行きやすいくなるのかな96そうだよねで5で5で99で10で100で15階で 105のののレベルなのかななか装備なのかなうん、まあ、今後こうやってランダムあそういうことか地下1回で選べるんか求める防具がレベルんだ地下1回でなおかつ909396のどれがいいですかって選べるみたいだねランダムじゃなかったみたいあ多分そうだランダムじゃないわうん909396の中から選べますよっていうか地下1回でって感じですねはい 次が改、あのーまあ、閉なんですけど、まあ、ちょっとこれ飛ばしますねもう知りたい方はねお手打さん見てください、はいうん、であのー「邪神の天国に新しいボスが追加します」ということで5.1のね2種類交互に登場するみたいでまあこちらドドンまあ映ってると思うんですけど影シルエットがねこれどう見てもさサソリだよねスコールパラド左側サソリと何これねえこれ何だのこの日本頭のやつ 日本角のやつってなあんまりイメージないんだけどな僕何なんだろうね何なんだろう本当にまあサソリじゃないのかなスコルパルドの似たような使い回しのキャラ違う何でもない余計なこと言うなねスコルパルドに似たやつだろうねうんボスか何5.1のボスなのかそれとも4.1のボスで、ね、追加されるあっ4.1のボスかいたっけこんなやつ忘れちゃったなあ ごめんなさいいましたねいましたねうんそんなやつが名前忘れちゃったけどこれ右ね僕ねあの竜王だかねハーゴンだかと思ったら違うっぽいね竜王かハーゴンかなと思ったんだけど右のやつのシルエットがハーゴン出てきてほしいな個人的にはまあやっぱ4.1からのボスが出てくるんだろうねこないだ3点いくつのボスが追加されたもんね邪神で新しくだよねうん まあそれが、えー「多分旅」バージョン4のボスが出てくるんであろうという僕の予想ですね。これもびっくりした。ねえあ職人さん。ねはたまた今から職人やろうとうしてる人。ね朗報です。ねこれ無料で練習できると職人練習。しかもなおかつ経験値ももらえると。だからレベル上げるは練習してあげろってことなんだよ運営からの。 ね、レベル上げはしかも無料無料でできる元気なまま使えるでしかもコツもつかめるっていうねお得感ばっかだよねこれこういうのをチュートリアルでやってくださいよ最初からね今じゃないでしょもっと早くやれよって僕のあ,あんまりねそういうこと言っちゃうからね「うわい運営者ありがとうただで経験値レベル上げできるね」どういういことですかってまあ ね、例えば、じゃあ今から僕、このね、綾吉、ね、なんか職人やりたいんだけど、何がいいかな、そっか、何かでもな、レベル上げしながらね、儲かる商材でやらないとお金損するしな、っていう状態だったんだけど、はい、どドどん、次のバージョンから、お金かからないです。だけど、経験値もらえます。っていう感じになります。いや、もっと早くしてくれよって、まあ、いわゆるチュートリアルですね。 うんチュートリアルただしただしねただし手持ちのアイテムや持ち込みはできないしなおかつ覚えてるレシピしかできませんレシピは買ってこいようんレシピはレシピは買ってこいよだから練習しながらできるんだよねここのこの装備ちょっと難しいからだけど素材がめちゃくちゃ高いんでって。 な,なかなかできないんだよっていうねそこのねあの職人難民のみんなそこの職人難民のみんなこれもう練習しとけねえこれ練習してねこれ練習してからね商材に取り込めこれいいよねうーんこれもっと早く出してほしかったなね であと道具職人やったじゃポテキチ超甘露の糸を追加しましたということでまたね超左の種からね始まりまして超甘露の糸がね出てくるということで裁縫職人が使えるっていうねいやー道具職人儲かるまんなね難しいけど <laughs> 超左まだできないけど僕やって破産しましたよこの間板,板で追いましたよもうねえ ということで道具職人、えー、喜んでください雨露の糸素材増えましたのでね、えー、次から楽しんでくださいねはいで次がであとねこれね次これやっと来ましたよみんなこれやっと来たぜ預かり所にベルト倉庫を追加しました奇跡のベルトと先進のベルトのみ預けることができる 倉庫ですやったぜただしハイドロベルトとか豪遊のベルトまあアクセサリーに含むベルトは入らないぞという感じですね。やったねこれまあちょっとねでもねただね条件があるみたいなんだけどね条件が。 はいいこれ条件があるみたいなんだよね鍵1個につき10枠拡張されるみたいででベルト倉庫の鍵を一度も渡してない場合は一覧に表示されませんとでベルト倉庫の鍵はじゃあどうやって取るのってねえこれね,ねえ「ドラゴンクエスト10長く続けろよと」とな長く続けたやつがなもれるんだぞと。 まあそんな感じで、えっと、ベルト倉庫の鍵は2年目、4年目、4年目、6年目、8年目の継続特典で入手できますと。継続特典は、えぇ、ー、遡って受け取ることができるんで、まああの、8年、僕ね、あの、6年目足してるんですけど、これもらえるんですか、僕って。そうそう、2、4、6と。3つもらえると思う。うん。だから40個かな。8年目は今年だよね。8年目は今年だからもらえると思う。 うん、今年もらえると思うからまあねあのー、初期からやってる人はね、えー、2年目4年目6年目でかさらに今年で8年目っていう形でねベルトの鍵あもらえると思うんでね安心してくださいであとですねえー、私まだ2年1年目ですけどもらえないんですかってあのね実はですねちょっと辛いんですけど1回だけ1回だけねプレゼントチケット10枚で鍵が1個交換できる。 プレチケ10枚結構10枚ってえげつないよね5枚せめて5枚ぐらいにしろよって感じだと思うけどまあこちら10枚で1個もらえるみたいなんでねベルトよければねプレチケそれにねもうあんまりあれでしょ君たちプレチケで使ってないでしょほぼほぼそんな使うもんないでしょプレチケね僕身代わりコインちょっと使っちゃったけどね余してるでしょ まあだからね、1回のみね、1個のみ鍵が交換できるんでね、まあもらってみてはいかがでしょうか最後。最後来ましたよ。僕が気になったもの、最後。どどんはい、来ました。課金でレベル上げが、課金でレベル上げ、元気玉なの、効果のアイテムを買えますということで、修練の心得。はい、こちらね。 えー、3日間獲得できる経験値か特訓スタンプの獲得量がプラス100%になるアイテムですってことでまあ元気玉って感じですねいわゆるあの課金の課金の元気玉3日間続くよっていう課金アイテムが増えましたはいでさらにこっからね元気玉ね皇帝のタロットエンゼル帽を使うと 1234、えー、倍でいくのかなこれ4倍でそうだよねえー、元気、えー、課金皇帝のタロットエンゼルボーの装備で4倍だね4倍の経験値がまれもらえるんだねうんしかもこれレベル上限ないからね例えば100の人が使ったとしても、まあ、使えるわけだしエンゼルボーな,な,ない人はエンゼルボー以上の効果が 上の上限いってるレベルの人はまあ、えー、ねこちらの課金と元気玉さらに皇帝のタロットで3倍になる感じかないやいやいや来ましたよドラクエにも課金がいいのかこれまあいいレベル上げが辛いからまあいいんだけど課金でねでこれさらにこっから課金ね全部でクローバーの鍵っていうのが課金でありまして 魔法の迷宮で討伐報酬の宝箱を1個増やすアイテム、宝箱からアクセサリーの破片が10個必ず獲得できます。まあアクセ10個ということはアクセ1個分ですよね。必ずもらえると。必ずもらえると。で、まあ、有効期間があって、なおかつ購入討伐制限が1ヶ月に12個までみたいですね、これ。うん。で、あのー、またがアクセサリーのコインボスの宝箱とは別に緑色の。 宝箱は出てくるみたいでこちらクローバーの鍵を買ってればはいまあ何でもかんでも課金になってしまいますね本当によねコインボスのアクセサリーも早く完成させたいなら課金しろとねレベルも早く上げたいなら課金をしろとでこれ最後びっくりしたよこれそれ違うだろうと思ったんだけど願いの鏡っていう課金アイテムが来るみたいですはい何ですかそれって えいわゆるる性別を一生変えるんだよなプクリポメスで始めたんだけどプクリポオスでやりたいんですよ僕っていう方はねこちら願いの鏡を使えば性別が変えれます僕と和王じゃなくてドアコにしたいっていうねそこの君はいこれを使えばドアコにできます違うだろう <laughs> みんなの声は「 種族変更が欲しいんでしょう、一生、ずーっと。ねえ、お顔で始めちゃったんだけどさって、もうぷくりぽに変えたいんだよって言う声はいっぱいあるやん。なぜそれができないんだろう。なんかあるのかな、システム的にやるの難しいっていうねえ、願いの鏡性別じゃないだろうと。ねえ。性別じゃないだろうと。違うだろうと。 感じだよね本当にフリルなんですけどもこれも課金だねほらかわいいよねカカロンくしゃラみの格好かやのねこれなら僕買ってもいいかなと思うけどねこんな可愛いカカロンが出てくるならねクくしゃミみはあんま呼ばないけどねうんくしゃみはまあということでそんな感じで、えー、課金アイテムが、えー、とうとうね、えー、有効期限ありのやつもあるしね えー、キャラクターの性別も変えれるような課金が出ますよということでねどんどん机にでお金使ってねもっと課金しろよお前らっていう感じのね運営からの心の声がふつふつと聞こえる感じでしたと、はい、いうことでまあ僕がねあのー、気になるねタさんチェックのね あのー、ピッックアップしたものは恒例ななりま,すまあほかにねいろいろね、あのーまあ、先ほどもちょろっと言ったんですけどコロシアムトロニティの変更あとね、あのーまあ、写真の変更、ね、ハウジングでできることも増えましたよっていうこともね細かく書いてあったんでね、まあ、ちょっと知りたい方は、ね、あの見てくださいじゃラストにねバージョン5.1のね更新スケジュールはこんな感じになっておりますはい。 1>, ねえー、1月、えー、2月にまた使い回しの、ね、クイーン選挙、えーね、また、えー、2月中旬に、えー、スライムフェスティバル使い増しね、はい、でもって3月初めにナイトね選挙ねはい使い増し使い増しね,ね <laughs> で四いや来ましたね聖守護者4段第4段なんかごっついゴリラみたいなのが映ってるけどねこれが楽しみだね3月ね三月頑張って僕倒しに行きますそのまでにな DK とイカぐらいは倒しときたいな うん、でまた、アストルティアのねキャラクターズファイルが来まして、えー、でね、あのバトルティトリニティねイベントが使いしまして、<laughs> <laughs> えーとあとは、えー、4月にね、えー、君とランランハロ祭り2ってやつねはいね。 あと、えーねえー、なんかよくわからんね。あの、お宝集が来ましたね。はい、使い回しの、えー、コンテンツ。盛りだくさんっていうことで。じゃあ、あんまりそういうこと言うな。違う。ごめんなさい。すみません。あの、わー、楽しいな。5.1の祝辞るたくさんあって。楽しいな。4月までびっしりだぜ。っていうことでね。皆様、えー、何かね、不審な点はなかったでしょうかみんな、ドラクエ、帰ってこい。楽しめー。 高吉の豪邸一高3チェックの、えー、情報でしたまたねバイバイ